ラナル今日のテーマはハリリブルですね。休みの日なんですけれども、まあえっと、休みの日には何をやっているかとかをこうインドネシア語でカジュアルなインドネシア語で話してみたいと思います。ちなみにですね、あの今週末、 インドネシアではあの一番大きな休みがありますね。皆さんはあのしていますかどんな休みか今週や。サヤティダタフ。ティダタウやあデヤンタウヤングラインだヤティダタウ。タウタウイドいやいや、ぶトうん、や。そうですね。うん、えとイドルフィトリーですね。とかルバランって言いますね。うんうんうん あのイスラム教ですねあの。ラマダン1ヶ月やっていて、でさいそのまあ、最後の日じゃなくてその、まあ、ラマダンが終わったという、えー、休みですね。結構あの1週間とか10日間の休みがありますね。これから多分今はもうあの休んでると思いますね、インドネシアでは。で,はで、日本だと、えー ゴールデンウィークですね。もうすぐっていうか、うん、あと2週間後ですかね。ゴールデンウィークがありますので、えー、ちょっと、ちょっと、ハリリブルですね。休みの日、うん、えということです。はい。えー、っと、じゃあ、早速ですが、休みの日。えー、休みの日に、まあ休みの時に、普段何をするのという時に聞く、あ その聞くときはこういうフレーズを使いますね、インドネシア語で。これはあのカジュアルな、えー、話し方ですね。なので、ちょっと文法とか語順が、えー、フォーマルな。皆さん、多分例えばあのテキスト、テキストでこう勉強したものと多分ちょっと違いますので、えー、見てみましょう、はいえーま。これは同じ意味ですね。この3つの言い方がありますが、 Eh ini wah ona jenis nih. Eh saya kalau libur biasanya ngapain jenis nih? Kalau libur biasanya ngapain? Eh kalo kalau libur to you know, ma, no toki toka. Kalau hmm. kalau libur mabai toka Kalau kalau to you know, toki toka mabai. えー、休みの場合とかですね。休みの時。ビアサニャ、普段ん。ビアサニャ、普段ガパイン。ガパイン。何をするのガパイン。多分このガパインは、えー、教科書では載っていないと思いますけれども、インドネシア人結構言、えー、いますね。ガパイン。何をする何をするのとかですね。えー、なので、意味は、あの、 おえのまた同じですね。休みの時、普段何をするの、えー、で、五順も同じですね、えー。カロリブル、休みの時、ビアサニア、普段何するのがパイン。五、ねえー、は同じです。質問いいですかはい。このカ,カロリブルじゃなくて、ワ,ワクトゥリブルでも通じますか いやいや、ボレボレ、そうですね。ワクトリブルあボレですね。<Okay. S 1> はい、ボレボレ。はい。どっちら、ね、もですね。あの、ワクトというのはちょっとフォーマルですね。はい。<ん>なので、たぶん。カロが普通カロが普通なんですね。そうです。フツとか、まあ、カジュアルですね。日常カジュアル。には、うん、カジュアルの方が多いんですね。もちろん、ワクトでも通じます大丈夫です。<Okay. S 1> はい。 でこのうがっパインはな何かの略だったり、なんかどういう単語がもともとなっているんですかいいですね。いい質問です。後で説明しますね。分かりますか<ー>はい。そうですね。えっ、ー、と、まああのふえー、2つ目の、えー、言い方は、ただ語状を変,変えるだけですね。でも意味は同じですね。このカロリブルというのはこう後ろにするだけですね。はい。 Imi wa onaji desu ne. Biasanya ngapain kalau libur? Biasanya ngapain kalau libur? Ngapain kalau libur? Ne. De, mitsume wa gojung gojun wa ano ichibame to onaji kedo, sono kalo, kalo o e, sono tango kaimasu ne. Pas. Pas, pas mo ano toki to yu imi desu ne. Pas libur, yasumi no toki toyu imi ni narimas. Pas libur biasanya ngapain? mau rongkore mo gojeng o ano kairun des ne. Biasanya ngapain pas libur? <muchiro> ng <-tune> biasanya ngapain pas libur? <muchiro> ng <-tune> ano de ano gojeng wa sono pas libur toka kalo libur wa mae ka bang usiro. Ichi bang ka ichi bang ni eh, gojeng ga eh, kawaru koto ga arimas ne. で、えー、先ほどのガパインですね。はい。すごくいい質問ですね。ガパインは、もともとはこの、えー、アンプラスアッパアッパは何ですね。アッパ何あの疑問詞ですね。プラスインですね。そのアッパの前と後ろに、接頭辞と接尾辞をくっつけますね。アンプラスアッパプラスイン。 がっインになりますね。がっイン。で、まあ、意味はその名詞をこう、動詞化するですね。うん、なので、うん、何をする何、ただ何、何は、まあ、あの、えー、名詞の疑問詞なので、えー、何をするということなので、案を使うことで何をするという意味になりますね。がっイン他に、例えば、 うーんそうですね。例えばコピー。コピー。コピーはコーヒーですね。コーヒー。で、顎をつけたらゴピー。ゴピーはコーヒーを飲むという意味になります。コピーはコーヒー。ゴピー。アンを前につけたらゴピーは、えー、コーヒーを飲むという意味になります。で、このイン。 インは、を、まあ、日本にすると、ちょっとこのおに当たりますね。なんか、えー、目的語がありますという意味が含まれていますね。アンだけだと、えー、名詞を、えー、動詞化に、えー、します。で、プラスインの方は、その動詞に目的語があります、まあ。オブジェクトですね。オブジェクトがありますという意味。 ですはい、で答えとしてはですね、先ほどの質問、えー、カロリブル、ビアサニャがパイン、ビアサニャ、アク、なんちゃらなんちゃらですね、ビアサニャ、アク、なんとかなんとか。語順は変えてもいいですね、アク、ビアサニャ、なんとかなんとかですね。これは会話ではですね、日常的会話、カジュアルな時では、えー、こういうふうに語順を変えても大丈夫ですね。 でもあの、まあ、何をするかは一番後ろに、えー、つけます。はいでえー、例えば、皆さんは休みの時何をしますかビアサ i n ンアパインカロ b ブ r 皆さんブルブランジャー。ブルブランジャー。買い物ですね。いいです。ね、mm. インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでも、インドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで、様々な授業が揃ってる。 ライブ授業に参加できなくても後から動画がいつでも見返せますでも1人じゃ不安そんなあなたも安心 j l c では受講者同士の交流もできますわからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる特集コンテンツ多彩なコンテンツを手軽にオンラインで「リスニング」「日常インドネシア語アニメーション教材」「5位」「文法」 あらゆる教材が使い放題初心者でも1日3分から毎日学習ができる上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組めるインドネシア人と話したい検定に合格したいもっとインドネシアと近づきたい JLC はそんなあなたの願いを応援します登録は簡単新規登録から必要な情報を入力するだけ いろいろ、いいたくさん、いつでもどこでもジャパネシアライブカレッジ。